ハレルヤー2が千葉にできたということで、ちょっと向かってみたいと思います。で向こうが千葉駅ですね。でこうまっすぐ出て東側に、横にビッグカメラがあります。でしばらくちょっと歩きます。でハレルヤの千葉店がビッグカメラのビルの隣ですね。あそこですね。あんまり千葉の人も入ったことのないビルなんで分かりにくいといえば分かりにくいです。で右がヨドバシが入ってるビルですね。で5階なんですが、どんな感じなんでしょうか。ありました、5階。マジックはちょっとやめて久しいんですが、まあ、でも時勢的にハレルヤ2じゃないんですね。ポケモンカードの店舗じゃないんですね。やっぱマジックの方が硬いからなんでしょうか。プレイヤーがいっぱい、もともとずっとやってる人がいるんで、まあね、ポケモンカード専門店でも勝てるんじゃないかなと。あんまりないんでね、千葉駅の周りは。まああるんですけど、あんまり近くを入れてないというか暗いですね。5階です。こっちかな。ああ綺麗ですね。すごい。あでもプレイヤーの人もたくさんいらっしゃいますね。今日は、ハレルヤオープン2日目、次の日、初日の次の日なんですけど、結構いらっしゃいますね。綺麗で使いやすそうですね。こうかな。カード特化品ですね。持ち帰りコーナーがあります。さすがチェーン店、綺麗ですね。くじのコーナーですね。すごい清潔感があって素晴らしいです。綺麗な店舗でやっぱり素晴らしいですね。慣れてるというか配置も規模もなかなかいい感じだと思います。でお客さん もすぐ入ってるんですね。やっぱマジックプレイヤーの方結構いらっしゃるんですね。今でももうポケモンカードに注力しなくてもいいって感じか。千葉店素晴らしかったです。結構通いやすい感じがありました。なんかタダでもらえるカードもちゃんと補充というかそういうのしてあってすごいですね。頑張ってほしいです。